どうだ、そろそろ探偵業には慣れてきたか。なるほど、実感がないか。君にはこれから多い。うちの事務所のモットー、うちの事務所のモットーは、来る者拒まず、去る者追わず、働かざる者食うべからず。これは私の父の教えでもあって。ちょっと、新聞の勧誘ならうちはまり、いや、消火器もネット回線もありがたい壺もうちには、だから、実は僕お客です。ようこそ、信頼と実績のく、つまりハッカーからデジモンキャプチャーを購入する予定が、逆に電子マネーと激励。そうなんです。デジモンキャプチャー、本当最低ですよ。マニア心。そうです、マニア心。手に入れたいものはどんな危険を犯しても、どんな手段を、あわよくば保存用とか鑑賞用とか普段使い用とか、そんな繊細で崇高でちょっぴり切ない、大人のマニア心って、許せない。絶対。お話は分かりました。つまり奪われた激レアデジモンメダルと電子マネーなんてどうでもいいんです。ご依頼受けたまわります。というわけだ。おそらく犯人はメダルそのものが欲しかったのではない。激レアなメダルを換金、デジモンメダルを売買している店は、まずはそこを当たってみるのが近道。私はその間にデジモン、あいにく私はその種の間に、
準備できてるよ。
トン。君がいてくれてよかった。